よ、炭酸飲んでる。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日は元男の子の股間事情をお話ししていきます。で、なんでこういうことを突然話すことになったかというと、ここ最近自分以外の元男の子さんに会うことがちょっと続いていて、〇〇ちゃんのあれはどうなってんのみたいな話になるわけですよ。みんな手術をして変えてるわけなんで、その本来最初から女として生まれてきた方の股間とはちょっとわけが違うんで、そういうことも踏まえて情報交換をするのが、まあお約束と言いますか、ちょっと私がね、今まで聞いたことないことをちょっと聞いてしまったんで、これはもうみんなに早く話したいってなって今動画を撮ってます。それが何かと言いますと、元男の子の人工股間はなんと使えば使うほど気持ちいいっていう風になるっていうことです。びっくりしました。なぜかというと、私今まで動画で、まあ、散々股間の話をしてきたわけですよ。で、毎回私が言うのは、やっぱりその自然の女性器とは違って作り物だから限界はあるし、性的な感じで気持ちいいってよりかは、自分は念願の女になれて、で、今女として夜の営みができてるっていうことに喜びを感じるイコール気持ちいいっていう着地地点に私たちは達してるんだみたいな。だからそれがイコール気持ちいい。この前なんか、その元男の子さんと話したら、この前、彼氏と久しぶり会った時に、一週間連続で営みしちゃったって言ってて、で、なぜ気持ちいいかっていうと、何個か詳しく私がいろいろ聞いてきたんで、その内容を私なりの解釈でまとめてお話をしていきます。動画、スタート！で、まず、この元男の子の股間事情を初見っていう方向けに少し私が前説をしておきます。男性器がありますよね。その男性器を取って、私の場合はですよ、その取った男性器のこの亀頭ちゃんを、この女性のモンブランちゃんに作り変えて、まあ一応性的に気持ちいいんじゃないのっていう風に、まあいろいろリサイクルして女性器を作るんですよね。もちろん女性器の穴もあります。だいたい深さ18センチから16センチぐらい、本来のその女性器の膣であろう場所に作るんですよ。まあそんな感じで性転換女性器っていうのは作られるんですけども、で、私は以前の動画で何が気持ちいいかって言ったかというと、男性ってもともと前立腺があるじゃないですか。で、前立腺ってその刺激を加えると性的感度を感じる場所なんですね。で、私みたいな元男の子は前立腺は摘出してないんで体に残ってるんですよ。聞くところによると、前立腺っていうのは本来の女性器と同じような感じ方をする器官なので、それをうまく活用して性転換女性器として成り立たせるみたいな、まあ、そういう医学の進歩で私たちの股間はこう今成り立ってるんですけども、だから要は作った膣の管がありますよね。そこに本来その元々ある前立腺が横にすぐ配置されてるわけですよ。その膣に男性器が入ってきて、で、圧迫されることによって気持ちいいってなるんですよ。ただね、私はね、それがあんまり気持ちいいっていうよりかは、体内で圧迫されてる感が強いから、苦手みたいな。なので、私からの結論で言うと、今女になって女として営みをしてるんだっていう喜びの快感っていうので気持ちいいっていうお答えをしたんですよ。ただね、確かに今まで、まあ、いろんなセクシャリティの界隈の方々と話す機会があって、やっぱりそういう営み事情と聞くんですね。したら、元々の女性、で、元々の男性、まあ、普通の一般のカップルの方同士でも、ちょっとマニアックなエッチに興味があるっていう人たちは、その男性でも女性が、なんか大人のおもちゃを挿入して、アヒーアヒーみたいな。男性は確かにお尻が癖になるみたいな言う人がちょこちょこいるの聞いてたんですよ。そのことだと思って。で、私がその、この前会った元男の子さんからのその話はそこで一致したわけですよ。まずその方が言ってたのは、最初のうちはやっぱり鈍いって言ってました。ただ、我慢をしていくうちにだんだんその圧迫感が快感へと変わっていくポイントがいつか来るから、あなたもいつか
そういう機会になったら、やってみればみたいな、なんか、もったいないみたいなこと言われたんですよね。なので、今回、元男の子の知り合いから聞いた話は、新感覚だなって思いました。ただね、その元男の子さんと一緒に、もう一人元男の子さんがいたんですよ。だから、計3人で話したんですね。で、その元男の子さんは、いやいや、そんなことないよみたいなで、ちょっと待って、ここ対立みたいな、意見がまた分かれるわけですよ。これだからね、元男の子はね、結構複雑なんです。結局はその手術で人工的にこう作ってるわけなんで正解がないんですよ。でそのもう一人の方が言ってたのはだいぶネガティブなことなんですね。なので今からちょっとネガティブなことを話しちゃいます。でまずその方がどうなったかというと、今までは毎晩のようにやってたんで、だんだんこう皮膚が伸びていくから膣の穴が広がっていくんですよ。だから要はついてきないじゃんこれじゃん。なのでまあいろいろな方の話を聞く限りだと、やっぱり性転換女性器って大変なんですよ。だって女性のようにこの営みの後に自分でその洗浄する能力みたいのがないから、シャワーとかこうやってキュキュキュってやって自分で掃除しなきゃいけないですしね。しかもちゃんと洗わないと炎症を起こしてまた大変なことになるんですよ。で炎症を起こすとどういうことかというと、今度はダイレーションするときにその炎症を起こしてる患部に当たるから激痛になるわけですよね。だからもうほんとね、精密機械なの。もうそれなりに大変だから、もう私がこれから性別を変える方で手術を考えてる方に、私がもしあってでアドバイスねできるとするならば、穴作んなくていいよってねいうことを私は言いたい。他の動画でも言ってるんですけど、実はその手術の方法がまあ大まかに2つぐらいありまして、穴を作るタイプと穴を作らないタイプ、要は機能を重視する性転換女性器で、見た目だけを重視する性転換女性器。見た目だけのパターンだったら、確かにその営みは挿入みたいなできないですけども、戸籍もね変えることできるし、で見た目もあれだからちゃんと女風呂も入れる、結構いいなって。ダイレーションの作業がないだけでも私はもう、その性別を変えたいっていうのは気持ち的な問題がかなりでかいんで、やっぱり穴欲しいよねって私は思っちゃう。難しいですね。まあただ私もそうですけども、やっぱり最初生まれてきた性別から無理やり反対の性別に変わってるわけなんで、もうすべて自己責任っていう、もう一生死ぬまで自分のこの股間と戦わなきゃいけないっていう、もう運命を背負ってるわけなんで、まあ引き続き頑張って生きていきます。もしこの動画が少しでも良かったよっていう方は、ぜひ高評価の応援ボタンをお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。最近バンドチャンネルも更新してますので、いろいろ画面の下からチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。また次の動画でお会いしましょう。埋もれてゆく夜空の下。